はい、どうも、あれです。今回もガンプラ作っていくんだけど、はい、今回はね、今回作るガンプラは、はい、ドドン、100分の1、ブレイズ、ザクファントム、レイザーバレル専用機だね。はい、これを買ってきましたね。はい、こんな感じで。はいはい、ガンダムシード系はね、よく見てたんだよね。はい、でこれを買った理由としては、まあ、こんな感じで箱ダメージ大で1200円だったんだよね。だからもう即決だったね、これは。まあ、安くて買った感じかな。まあ、特別この機体が好きとか、こうレーザーバレルが特別好きってわけじゃないんだけど、この安さで買いましたね、今回は。これ結構このシリーズ見んだけど、これは RE とはまた違うんかね。100分の1シードデスティニーナンバー4って書いてあるけど、まあ100分の1で1200の、これは買いだよね。はい、ということで、まあ、とりあえず中身を見るだけ見てみましょう。まあ、箱いいね。こんな感じで、まあ箱にダメージめっちゃあるね。まあ、ガンプラって箱かっこいいけど、俺結構もう容赦なく箱とか捨てちゃうから、まあ、箱にダメージがあって1200円はこれはお買い得だよね。もう箱にダメージつけたやつナイスっていうしかないね、これは。はい、ということで中身を見てんだけど、箱が開けづらよいしょ。やっぱ、なんか、結構あるね。1個、2個、3、4、5、6、7、8、9、あ、こんなの入った。3、あ、これいいじゃん。あ、これ、こいつじゃなきゃな。まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9プラスポリキャップかな。まあ、シードはやっぱ俺キラが一番好きなんだけど、まあ、これこんなの入ってたね。まあ作ったら一緒に飾っちゃうけど、でまあ機体はまあかっこいいよね、ザクだし。ザク、はい、こんな感じで、まあかっこいいね。まあ、でかいから多分かっこいいと思うな、100分の1。パーツもでかいし作りやすいよね、きっと。簡単そう、なんか。はい、じゃあというわけで今回はレイザーバレル専用機のザクファントムかなを作っていきますね。はい、じゃあまた完成まで飛ばしちゃいますね。はい、じゃあ作っていきます。はい、ということでレイザーバレル専用機、ザクファントム完成ですね。はい、制作時間は2時間半ぐらいかかっちゃったかな。かかっちゃった、まあゆっくりやってたけどね。まあでもやっぱ MG サイズででかいから作りやすかったけどね。もちろん休みいつも作ってるから2時間半ぐらいかかっちゃったかな。はい、でこんなスタンドのレイザーバレルのこんなのもついてていいよね。こういうのついてるとやっぱこんな感じだと飾り映えするよね。こういうの普通につけてくれるといいんだけどね。他のやつとかガンダムにもアムロのやつとかさ、いいよね。はい、てな感じで、まあなんかね、墨入れしなくていいかなと思って、艶消しのスプレーだけで終わりにしちゃったんだけどね。まあかっこいいよね。まあ1200円で安かったからこれは買ったんだけどね。まあかっこいいっすね。シード系はこれ初めて作ったんだけど、まあ、バックパックはこんな感じでパカッてこう開けて、まあ、ミサイルのあれが入ってるんだよね。このロケットランチャー的な。はい、
はい、こんな感じですね。横がこんなんで、後ろがこんなんで、まあ、こことかもこうやって開くんだけどね。はい、こんな感じで、はいはい、ああかっこいいね、まあ、かっこいいっす。で、同じ100分の1のヒットで紙ヒットのジムと並べてみると、なんかジムの方がちょっと頭1個分ぐらいでかいような気もするんだけど。で、これが144分の1かな、まあ、FG だけどダーク。はい、こんな差があるね、まあ、当然だけど。はい、こんな感じですね。なんで可動は腕はあんまり上がんないかな。これなんかこっちのついてるからあんまり上がんねえし、わかんないけど、ポロリはそんなしないね。ここがちょっと弱いかなぐらいだけど、ポロリはそんなにないね。作りやすいし、まあ飾ってかっこいいよね。でかいしね。はい、てな感じ。あ、まあ武器はんで、ザクマシンガンかと、ヒートフォークって言ったらいいかな、これ。これしかなかったね。はい、そんな感じですね。はい、まあ1200円でここまでかっこいいならいいよね。また売ってれば買っちゃうんだけど、このシリーズ。はい、てなわけでね、今回はレイザーバレル専用機ザクファントム作ってみた動画でした。はい、ではどうも、俺でした。